とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーシーズン4、4週やっていきましょう。いつも3週だったんだけども、今回は結構短いので、全然周回できる。なので、4回行きましょう。ボスもね、余裕だもんな。これで勝てるんだから。まあ、これで勝てたのは、シーズン1だけか。まあまあ、行こうと思えば他でも行けたんだけども、地雷を持っていくと、ちょっと道中が難しいっていうやつだったんだな。はい、ということで、まずは1周目。何が出るでしょうか。クールダウン2つついてるわ。ウィザーはね、生放送の時にめちゃめちゃいいやつが出たんで、でもまあまあまあ、出てくれれば欲しいところだね、いくつでも。クールダウンなし。ベノムグレイブはもちろんいらないね。この強化メールのエンチャントなかなかいいけどね、クールダウン、クールダウン、シナジーだね。これすごい。いや、でもまあ、ノーマルだから別にそんな良くないけど。まあ、ウィザーで、お供え物かな。はい。じゃあ、これにします。じゃあ、残り3周頑張ろう。それでは、2周目行きましょう。今回の4回で、なんかいいのが出てきてくれるかいな。そこそこね、防具も、まあまあまあ、揃っては来てるのよね。でも最高ではない。やっぱり最高のやつが欲しいんだ。でも最高のやつはね、ちょっと厳選しないと絶対無理なんだよな。ポンと出てきてくれれば嬉しいけどね。どうだ。はい、ダメー。もうこういうことがよくあるんだ。じゃあマウラーズ行くか。マウラーズでお供え物にしましょう。3周目、3周目でーす。途中ね、乱射のクロスボウをやめたのよね。違うやつにしてみたんだけども、ダメダメ。絶対ね、乱射、あとハープが絶対いいから。どうしてもやられてしまう。では途中、8回かな。あそこでは絶対乱射を取ってください。他じゃ結構つらかった。ということで3周目、何が出る、お願いします。ハープが出た。今ハープハープ言ってたからハープが出た。まあマルチショットがついてないからダメだね。パープルストーム、ダメ、使えそうにない。スタ、おー、あー、いやー、微妙。やめとこう。どれにする？あ、ハープをお供え物にしようか。だね。うん、これです。ではラスト、いくぞ。さあ、それでは、4周目、ラストですね。で、1個気づいたんだけど、最後のパワー職人、あいつで上げれるパワーってランダムなんだろうね。いつもだいたい101か102とかそれぐらいなんだけど、今回108まで上がりましたね。なんだろうね。多分ランダムなのかな。か、途中、道中の動きとかそういうのにも寄ってくるのかな。ちょっとわかりません。あ、ミスった、忘れとった。まあいいや。忘れてた、完全に忘れてた。まあまあ余裕だったけどさ。やっぱり101、2ぐらいと108だったらば、基本攻撃力がね、200ぐらい違うのよね。なんで簡単に倒せたと思うんだけども、まあちょっと謎だね。まあとりあえず4周目おしまいです。どうだー。まあ機
械仕掛けはワンチャンあるかな。いや、俺はまあ使わないけどね。もうすでにあるからいらないんだけども、ドラ外れ。え、どうする？まあは、ワールウィンドかな。ワールウィンドは刻印3つなんで、お供え物にちょうどいいね。ダメだったか。はい、ということで今日はタワー4周行ってみました。なかなかやっぱりね、いいのは出ない。難しいところです。まあ、アイテムが揃ってきたので、そろそろ古代狩りやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。